オフラインティーチングとは産業用ロボットのティーチング作業をロボットの機体を使わないで行うことである。オフラインティーチングシステムの例通常は産業用ロボットの姿勢をワークステーションやパソコンで 3D 表示しながらティーチングを行うことを指す。産業用ロボットは CNC 工作機械などと同様にプログラムにより動作する。したがってロボットに 作業をさせるには CNC 工作機械と同様にプログラムを作成する必要がある。しかし産業用ロボットは複雑な機構を持つためプログラムを読んだだけではロボットがどんな状態になるのかわからない。そのためロボットの機体をリモコンで操作しその姿勢を記憶させていく方法でプログラムを作成する。この方法は生産ラインの設備を使用するため 生産ラインを止めなければならず、それによる経済的負担は小さくない。そこでロボットの機体を使わないでティーチングを行うオフラインティーチングという方法が広く行われるようになってきた。オフラインティーチングを行う処理系、装置のことをオフラインティーチングシステムという。またティーチングだけでなくロボットシステムの設計にオフラインティーチングシステムが使われることも 一般的になってきた。ロボットの動作は複雑なため通常のカナダドルではどうしても大きく余裕を見てロボットシステムを設計することになるがオフラインティーチングシステムなら設計中とで製造工程を考慮し実際の製造現場における問題をあらかじめ回避することで無駄が少なく投資効率の高いロボットシステムを設計することが可能になる。 分類して整理するほど種類があるわけではないが、大きく分けると、下の4つがある。シミュレータ型エミュレータ型自動ティーチングシステムテキスト、作成 E グリップ、ロブキャド、ロバートワークスなどの汎用のオフラインティーチングシステムではシミュレータ型のティーチングシステムが採用されている。3次元カナダドルから発達したもので、ロボット言語のアップロード、ダウンロード、座標の逆変換、 3D 表示、3D 作成などの機能が揃っている。ロボット言語はロボットメーカーにより異なっており、互換性はないが、シミュレータ型のオフラインティーチングシステムは、ロボット言語のコンパイラーを取り替えることで、各所のロボットに対応することができるようになっている。ロボットメーカーから出ているオフラインティーチングシステムのほとんどがこのタイプである。シミュレータ型とよく似ているが、 ロボット言語をコンパイルせずに直接実行できる点が違う。ロボットの姿勢を計算するためにロボットの制御装置そのものをエミュレートする。このため作成されるロボットプログラムの精度が高いという利点がある。また操作体系をロボットの実機と同じにすることができるためティーチングマンにとってオフラインティーチングが容易になるというメリットも大きい。制御装置のエミュレートを ソフトウェアで行うものとハードウェアで行うものがある。エミュレータとオフラインティーチングシステムを切り離すことが難しいため、それぞれのオフラインティーチングシステムはそのメーカー専用システムとなる。3D 作成機能は省かれていることが多い。カナダドルデータから加工プログラムを自動的に作成するシステムである。厳密にはオフラインティーチングシステムとは言えないが、 使用目的は同じである。自動プログラミングは NC 工作機械ではそれほど珍しくないが、ロボットでは技術的に非常に難しいため実用化されたものは少ない。実用化されているシステムには、川崎重工のケイコン、小松のキャッツ、ファナックのロボクイデなどがある。いずれも既存のロボットプログラムをパターン化し再利用するものである。 NC 工作機械向けの CAM 機能を応用してロボットプログラムを作成するものにゼネテックのロバートマスターがある。テキストエディタでロボットプログラムを直に書いていく方法である。厳密にはオフラインティーチングシステムとは言えないが、使用目的は同じである。主流の6軸多関節ロボットではあまり行われないが、動きの簡単なパレタイジングや搬送ロボットでは使われることがある。 オフラインティーチングを行っても実機によるティーチング作業が皆無になるとは限らない。実際には実機での試運転と修正が必要になる。オフラインティーチングで作成したプログラムを現場で動かすと位置のズレが見出される。この位置の差を基差という。また、基差を補正することをキャリブレーションという。オフラインティーチングシステムの中には 実機でティーチングしたデータから自動的に補正量を計算するキャリブレーション機能を持つものもある。ありがとうございます。